続きましては東京世界の味巡りでございます。はい、はい、世界に幕を広げてふるさとの味を紹介します。はい、今日はヨルダンの家庭料理です。リポーターは登田真由子さんです。はい、こんばんは。今日はですね、ヨルダンのお袋の味マグルバーをご紹介します。マグルバー、はい、まずヨルダンの場所なんですが、はい、こちらです。正式名称はヨルダンハシェミット王国。アラビア半島の西部に位置しているんですね。面積はですね、日本のおよそ4分の1程度の国なんです。はい、この国というのはよくプカプカ浮く海で知られる死海、はい、あの死海が観光名所としてとても有名な国なんですね。今回はこのヨルダンのお袋の味を日本で広めようと頑張るヨルダン人シェフを訪ねました。国土の8割が砂漠に覆われた国、ヨルダンハシェミット王国。古来よりラクダに乗った商人たちが食材を地中海へと運び、豊かな食文化を育んだと言われています。今回訪れたのは東京池袋にあるヨルダン料理店です。あ、なんか音楽が聞こえてきました。うおー、このなんか店内アラビアンな雰囲気ですね。この曲も、お店ではアラブの伝統音楽も楽しむことができます。店内は砂漠の遊牧民のテントをイメージして作られており、ヨルダンの家庭に招かれた雰囲気が味わえます。ランプだ。店主のアルコロン・ハレットさん、去年12月にこのお店をオープンしました。私の目的は料理とお金じゃなくて、もう自分の文化も紹介したいですから、架け橋したいです。イスラム教では豚肉を禁じられているため、羊の肉をよく食べます。この日出てきたのは子羊の丸焼きです。すごい、一頭丸ごと使ったお肉はなんと13キロもあるんです。ヨルダンではお祝いの席でよく食べられる料理です。ヨルダンの料理によく使われるのが羊のヨーグルトです。こちらはホンムス。豆をペーストにしてヨーグルトとレモンで味付けをします。朝食でよく食べる料理です。そして羊のチーズとひき肉を包んだ水餃子のアダンアルシャブ。ヨーグルトのスープと一緒にいただくさっぱりとした水餃子です。水の少ない砂漠では羊のヨーグルトをよく使います。羊と暮らす遊牧民が親しんできた味です。お肉も美味しいです。お豆も美味しいですね。思ったより、予想してたよりも癖がなくって食べやすいです。中でも代表的な料理がご飯にヨーグルトをかけて食べるマグルバーです。マグルバーとはアラビア語でひっくり返すという意味です。このように炊き上がったご飯をひっくり返してから食べる豪快な料理です。日本じゃあまり見ませんね。すごいですね。プリン形がそうですね。あら、美味しそう。マグルバーはたくさんの野菜と肉をスパイスと一緒に炊き込みます。どの家庭でもよく作られるヨルダンの代表的な料理です。どんなお味なんでしょうか。早速いただきました。本当これヨーグルトですね。そのまんまですよね。ご飯にヨーグルト。へえ。うん。もうヨーグルト全く甘くなくて、こう野菜とお肉の甘みがしっかりご飯に染み込んでますね。ほう。こうスパイスも効いてて。うん、夏にぴったり。家族が集まる時に食べるマグルバーはハレトさんにとってはお袋の味でした。
دائما في الجامعات الجامعات وكل المناسبات عم يعني 母親のオン・アリサイさんです。大家族の料理を一人で作り、12人の子供たちを育て上げました。ハレットさんは17年前に来日、大使館などで働いていました。数年に一度帰国するたびに、母親はマグルバーを作ってくれました。حد بحس فيك ولسه انت جو من العائله وتاكل اكل اللي متعود تاكله فهذا شعور. その母も2年前に他界。ハレットさんはお袋の味を日本人にも広く知ってほしいとお店を開いたのです。ハレットさんは母親に教えてもらった通りにマグルバーを作っています。旬の野菜をふんだんに入れ、羊の肉は一度茹でてから使います。油を控えめにしたヘルシーなマグルバーは、家族の健康をいつも考えていた母親ならではの味です。لما أجوع أنا بحاول إني أنا بتذكر اللي أنا كانت أمي شيء كويس تعمل لي، عارف كيف أنا بطبخ الشيء اللي كنت أحبه من أمي أو. 今では故郷の味を求めてアラブ出身のお客さんも多く訪れます。おいしいです。美味です。最高。美味です。テレビの見過ぎ。お母さんが作ったものの思い出す。たくさんの愛情が詰まったアラブの母の味でした。お袋の味ですかね。ねえ。あのお料理に使うヨーグルトなんですけど、あれジャミードというヨーグルトに塩を入れて固めたものなんですね。塩が入ってるんですか。そうなんですよ。あの砂漠ではたくさん汗をかくので、あの塩分補給のためにこういった塩入りのヨーグルトをよくお料理で使うそうなんですね。いただいてみたいですね。なんかさっぱりとして美味しそう。そう、さっぱりすっきりとしていて、あ、もう甘くないんですよね。すごくお料理に合いました。夏にちょうどいいという話もありましたね。まだちょっと暑さ続きそうですからね。そうですよね、はい、はい、東京世界の味巡りでした、はい、さあ今日もたくさんお便りいただきました。